はいどうも皆さんこんにちは、リュウケンです。リュウクラパート40やっていきましょう。まずは前回のリュウクラ。前回は蜂蜜自動収穫機を作った。蜂蜜だけじゃなくハニカムも取れる便利な装置、簡単に作れるけどたまに回収できないのが難点だけど、いい装置ができました。ということで今回はですね、回転寿司屋さんを作りたいと思います。はい、ということで回転寿司をね、今回このねリュウクラワールドで作っていこうかなと思います。なぜそんなこと思ったかっていうと、なんとなくですちょっとね遊び的なそういったね施設もなんか欲しいかなって思ったので、今回はね回転寿司を作りたいと思います。まあ要するにね、自動コンベア的な感じで、まあ、ガシャコンガシャコンって勝手にこう動いてくれる、そういったね装置を組み合わせて、まあ、回転寿司っぽい感じで、作っていきたいと思います。イエーイ。これね前回作ったね蜂蜜自動収穫機の様子ですが、今ねいい感じなんですよ。ほらこんな感じ、すごいっしょめっちゃ溜まってる。で前回の動画でちょっとねやり残しがあったんで、ちょっとそっちを終わらせましょう。これね周り今木材がねこう枠で囲ってあるけど、ここを、ハニカムブロックで囲いたいなと思います。でこのドア周り、この部分は蜂蜜ブロックで固めていこうと思います。じゃあ早速やっていこう。ここら辺ね全部壊します。壊してハニカム、ほらこれだったら絶対ね見栄え良くなる。よし、はいできた。こんな感じです。すごいなんか甘いね雰囲気がもう甘い、もうねザ蜂蜜ハウスって感じの見た目になったこれ結構いいね。でねもう夜が来てしまったので一回寝てから次の作業に入りましょう。おやすみなさい。久々の建築なんであのスキンを用意しましょう。ポン、安全防サイル建築スタート。さて、ね、久しぶりのね建築なので、まあねどんな感じでやっていこうかというところですが、はい、まずね材料は、ざっとこんな感じですね。まあ結構シンプルな感じで作ります。でちょっとね和っぽい感じで作っていこうかなと思います。まずね縦幅横幅ともにね14マスで作ります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、こっち側も同じ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、こんな感じ。ちなみに今これね何も言わずに使ってたけど、これ乾燥コームブロックです。なんとなくね見栄えいい感じかなと思ったんでこれ使ってます。こことここはドアになるんで、外しちゃいましょう。であとは木材をどんどんと置いていきましょう。で前側ここは2つ開けておきます。ここはね窓にする予定です。こんな感じだね。高さはですねここ 1、2、3、4、5、 5ブロック分ぐらいね積んどきましょう。はい現在ねこんな感じ、いいんじゃないでしょうか。でここからね屋根の方を作る前に、ここのねくぼみの場所、ここにこの頭皮のね木の柵とかを立てときましょう。これがあるとね、なんつうんだろう、換気風通しがね良さそうな いい感じの雰囲気にねなるので、でそしたらじゃあね屋根作りしていきましょうかね。屋根はですねこの柵を置いた場所からこんな感じで2マス進んで1段上げる、こういう感じね、2マスずつ、って感じです。いいんじゃないでしょうか。かなり形になってきたね。であとは、まあ、屋根をねつけていくだけです。あーハチくんが来たんだけど、かわいい。まあ、雨降ってきちゃったけどこのまま作業ねちょっと続けますかね。次はねどんどんと屋根をつけていきましょう。今回屋根はこの石レンガのハーフブロックでやっていきます。こんな感じでねハーフ引いて、でここからまたこんな感じでハーフをどんどんと上げていくっていう。でここからこういう感じでこっち側だけフルブロックになって、で中の方はハーフっていうね。これだったらね資材もだいぶね節約できるんでいいんじゃないかなって思います。オッケー、ざっとこういう形になりました。でちょっとこうやってね見えちゃって変なんで、ここら辺もね修正していきましょう。これはもう下からねハーフをこういう感じで持ってこう。よいしょ、はい盛るとねこういう感じですね。これいいじゃないですか。外観だけ見たらねわりかしいい感じの建物に見えてきましたね。じゃあね中で天井部分作っていこうと思います。作っていきましょう。ちょうどこのね天井部分は柵がある場所のここら辺からこんな感じでやっていきたいんですよ。しかしねこれだとねここちょうどこれ上ハーフなんで、こんな感じに、ね、なっちゃうんだよね。
こんな感じでね、ちょっと一段下げちゃおう。そしてもうね、夜だ。やばい、暗い。はい、こんな感じですね。うん、いいんじゃない?だいぶ見た目、いい感じになってきたかも。で、上にね、電気をね、仕込んでいこうと思います。でね、海のランタン。ランタン。よし、オッケー。こんな感じでね、電気を仕込みました。よし、ほぼほぼこれでね、外観部分、ほぼ完成ですね。さて、じゃあね、内装の方を、やっていくか。おい、下にね、松明を仕込みました。で、床は、このくるかしの木のハーフブロック。こいつを、こんな感じでね、どんどんと敷き詰めていきましょう。よし、オッケー。こうやってみると結構いいね。で、あとはね、ドーンと、でっかいね、回転レール置いて、完成ですね。内装をまあちょろっとやって。よし、じゃあ早速、作っていきましょう。もうこっからですよ。言っちゃえば。建築もね、建築で頑張ったけど、言っちゃえばこの回転レールこそが、今回のね、目玉なので。さあ、それではね、回転レール作りやっていきましょう。まずですね、必要なものは、このピストンと、レッドストーン反復装置。で、あとは、レッドストーン。で、あとね、今回使うのが、このテラコッタっていう呼ばれるやつですね。粘土を焼いて、テラコッタっていうのを作って、で、それに黄色い染料を混ぜて、で、それで焼いたやつがね。で、先ほど作ったこの蜂のブロック、こいつも使ってきます。っていうか、これがね、あって、あ、作ろうって思ったんで、この回転寿司っていうのを。じゃあね、早速作っていきましょう。作りながらね、いろいろと説明していきます。ここから1、2、3、4、5、6、7マス、掘りましょう。7マス掘ったら今度は、こっち側にここ 1、2、3、4、 はい、でこういう形になりますね。ここがなんだろう、板前さんがいる場所って感じでね、でこの周りをレールが、まあ、レーンがねぐる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 回るっていう、そういう感じになります。でこのねレーンが通る場所、ここをこういう感じでテラコッタを敷き詰めましょう。よし、こんな感じです。このピストン、こいつをこういう向き、こんな感じで四隅にこういう感じにねセットしましょう。あとはね簡単なんですけど、このねテラコッタをまあ置きます。で蜂のブロックを置きます。これを交互にちょっと置いてきます。いや、こんな感じでね交互に置いてきましょう。ここは開けます。このピストンの前は一個開けといて、はい、こういう感じにねなります。でこのままだと特にぐるぐるしないので、ここに一つブロックを足します。適当にね、今ピストンの前一個ずつ空いてると思うんだけど、そのうちのどこか一個にテラコッタを置きます。で、あとはぐるぐる回るように回路を組んでいくだけです。ちなみになんでテラコッタ使ってるかっていうのを説明しましょう。このテラコッタはですね、8ブロックとか、またスライムブロックとかの影響を受けないブロックです。なのでこいつを採用します。8ブロックの隣に木材を置いたパターンとテラコッタを置いたパターンで見てみましょう。これでねレバーを置いて動かすと、テラコッタはここに残ったまんま、木材は一緒に動くっていう、そういう感じになります。いきます。ほら動いたでしょ。今みたいな感じで8ブロックとくっついてる木材は一緒に動いちゃったんだけど、テラコッタはここにあるまんまっていうことで、8ブロックのね影響とか一緒に持ってかれないようになってる、するためにテラコッタを使ってます。で、これ下にね、テラコッタ引いたのも同じ理由です。で、あとは、じゃあね、お待ちかね、このね、コンベアを動かしましょう。まず、このピストンの周りのブロック一回全部壊します。はい、こんな感じに開けましたと。ここにね、レッドストーンを引いてきます。で、一応このね、ピストンの下も、土ブロックとかに変えましょう。そしたらね、レッドストーン引いてきましょう。レッドストーン反復装置、これをね、このピストンに向かって置きます。こんな感じで3個遅延をかけます。でレッドストーンを伸ばしてって、で次のこのピストンの場所、ここにレッドストーン反復装置を置く。はい、オッケー。こんな感じですね。これでね、動く装置完成です。これをオンしてオフにすると動きます。ちなみにこれもう一回オンにすると止まるんですよ。じゃあもう一回動かすためにはもう一回やればいいじゃんと思ってやるじゃん、動かないんですよ。常にレッドストーンの信号が全部入ったまんま、オンの状態のまんまになってしまったから、まあ、止まってしまったと。でこれね直すために一回壊して、でレッドストーン一回取ります。そうすると全部オフになると。動かすときはレバーをオンしてオフにする。あれ、そうするとこういう感じになります。でこれはもう基本的に俺止める気ないので、ずっとこれで、ね、動かしっぱなしでいいかなって思います。はい、一応これでね回転するねコンベアは完成ですね。よし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 。
さあテーブル作りですが、テーブル作るときもね、これ注意点が必要で、これ8ブロックがね当たって動く場所は影響受けちゃうので一緒に動いちゃうんですよ。なので影響受けないテラコッタでやりましょう。こんな感じにして装置を隠します。これですよ、これ茶色のカーペット、これをこういう感じでぐるっと、はい、オッケーまあちょっとね若干見栄え悪いけどね、こっち側とか特に。さあじゃあね、こっからどんどん飾り付けていきましょう。なんとなくさ、それっぽくなってきたね。なんかちょっと屋台っぽい感じになってるけど、まあ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 いいんじゃないですか。さあどうですかね、こうやって見るとすげえお寿司屋さん感すごい。さあで、あとはですね、これこのね8ブロックいいところはですね、これカーペットをこう置くじゃん。そうするとほら動かないんだけど、8ブロックが来ると動くんすよなので、まあ、何が言いたいかっつうと、これやっとくとほらまるでねレーンにお皿が流れてるかのように見えてくると思います。どうすかね、ほらお皿ですよこれ完全にね。なんもねネタが載ってないお皿だけどあのお寿司屋さんはよくさネタが書いてあるさ、なんかあの木の板みたいなのあるじゃないですか。うん、じゃあそれをね表現できたらいいなと思って旗作ってきたんですよ。こういう感じになんか置いとくとそれっぽく見えるでしょう。いいじゃないですか、かなりねいい感じにできてきた。さあ完成です緑のねのれんとかもちょっとねつけてみたりとかして、さあこれでリュークラワールド回転寿司、名付けてリュークラ寿司、リュークラ寿司ですか。なるほど、リュークラ寿司完成ですいいのかそれ、いいのか。はい、店内こんな感じですね。いいんじゃない、ちょっとね音がねガシャコガシャコうるさいけど、まあ、今回はねちょっとこういう遊び的な感じのね施設だけど、たまにはねこういうのもいいんじゃないかなって思います。はい、ということで今回はこれぐらいで終わりにしたいと思います。いやどうですかね、この回転寿司屋さん鑑賞用のね建物なんですけども、まあまあこういうのもねたまにはいいんじゃないかなと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録評価お願いします。またツイッター、インスタグラムやってますのでフォローお待ちします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。龍拳でした、グッバイ。